Thank you.
レストランを経営している男が19歳のタイ人ホステスに刺された。三角関係のもつれに加えて男のホステスに対する必要な虐待、嫌がらせが招いた結果だった。
ていいのかわからなかったし、疲れていたから一日寝ていたわ。
サーは多い時で1日20人程度の相手をする。舞台裏で寝泊まりしながら10日単位で日本各地を回される。パンサーという契約で日本に連れてこられ、いきなり舞台の上で客に臨館されるという凄まじい体験をしたフィリピン女性もいる。強制送還されて恥ずかしい思いをするより死んだ方がマシと